おお、すごいすごいすごい。畑の方を30秒で試食します。はい、こんにちは。こんにちは。斉藤です。斉藤です。暑い。暑い。かゆい。本日は草刈りです。はい、雑草取りの動画です。ついに来ました。はい、でね、これ着てます。ワークマンの新作でございます。セットアップだね。いい色、ブルーのセットアップ。はい、これを庭とか畑用のね、作業着にしようと思って、これを選びました。ワークマンのフィールドコアのやつです。はい、アルピンは同じフィールドコア。そう、2020年の夏のモデルで、半袖のしかも新しいカラーのつなぎの L 着てます。ちょっと丈長いんで折ってます。あ、そんな感じで、はい、作業着を2人で着てますけども、はい、今日はね、草刈りなんですよ。うん、この間さ、ここちょっと見えてるかあれですけど、庭はねだいぶ整ったんですけど、うん、今日やんなきゃいけないのはちょっとね、見てもらいたいんですけど、今日ね GoPro で撮ってます。はい、ここ、このうちの外ですよ。隣っていうの、外、空き地なんだよね。で、放置されてる状態なので、どんどん雑草とかなんか竹とか伸びてきちゃってて、今日はねここの草刈りをしようと思います。はい、はい、で、こんだけの草なんで、手で抜いたり鎌でやるのは無理だなと思って、新アイテムを投入しました。それがこちらで、こちら草刈り機のマサオです。マサオを使って、草を刈っていこうと思います。電気式のやつを買いました。このコードでつながってる庭いじりとか、まあ、ちょっとした畑とかやるにはまあ電気でいいみたいなねこと書いてあったんで、ガソリンちょっとめんどくさいし大変なんで、これにねしましたね。両備のメーカーのやつですね。1万円ぐらいで買ってきました。はい、ハルピン、これ使ったことあるの？これはないですけど、動物園の草刈りはしたことあります。こういうやつで、そういうあのガソリンのやつで、はいはい、まあ、それよりはね、ガソリンのよりパワーないと思うんで、そうだね、まあ使いやすいのかなと思いますけど、ちょっと太い茎のものはね、はい、厳しいと思いますけど、竹は無理か。無理だと思う。本当にあの牧草みたいな柔らかい葉をやってたんで、うん、まあちょっとねこれをね、うん、今日は使って草刈りをしていこうと思います。はい、はい、それでは暑いけど始め始め。何すんの？練習。あ、練習？はい、練習だって。ここの芝がちょっと伸びてるから、ここで練習。うん、肩紐を調整して。どうよ、ボタンがまた2つあるでしょ。工作くんと一緒だよね。おお。いきます。うん、スタート。いいじゃん。いいね。ちょっと買ってみようよ。はい、いきます。はい、枯れてる？枯れてます。おお、すごいすごいすごい。おお、すごいすごいすごい。こういうことが起きる。そうですね、長靴とかゴーグルが必要です。長靴もあった方がいい。うん、 OK。 一瞬です。いいね、ゴブ狩り。はい、前もゴブ狩りとか言っててもう伸びたんだね。じゃあ、はい、軍手はしてるね。はい、あとじゃあゴーグル。ゴーグルと長靴。はい、ゴーグル。長靴どこだ？倉庫か。こんな生ぬるい、こんな焦げはやっていけない。長靴、長靴、倉庫にあったあった。あれ、いや、よいしょ。すいません、ありがとうございます。草が当たるしさ、ムカデとかさ、靴だとさ、そうだね、侵入してくる、登ってくるじゃん。だから
しっかりやった方がいいね。そうなんですよ。竹の方を今日やると思ってて、うん、今日畑やると思ってたの？思ってて、うん、ちょっと軽装になりすぎました。あ、まさかこっちだと思わなかった、うん、思わなかった。絶対長靴でしょと思って見た瞬間。はいはい、じゃあゴーグルして30秒で支度しな。ラピュタ、はい。ヤクザのおばちゃんだ。そうそうそう、よし、これで。あ、見える見える。 OK、 うん、そこじゃあ反対側まで行ってください。はい、いける。オッケーオッケーオッケー。やばいよこれ。大丈夫か。はい、じゃあもう硬いの。これ切れるかな。切れない。結構最低でもこれはある。うん、切れるでしょ。ちょっともうちょっと奥まで行く。いや、きつそう。ここはちょっとやってみようか。とりあえず切れるところ切らないと、うん、とりあえずやって壊さないよ。うん、うん、はい、こういう感じになるよね。なるほどね。危ないんですか。あ、跳ね返されちゃうの。そうそうそう、葉じゃないから茎。あ、なんか草じゃん。でもみんなこういうので買ってたけどね、あっちの。だからそれこそもっとガソリンの業務用のでっかい葉。うん、切れてるけどね。普通にこう来るじゃん、こういうの。うん、もうちょっと浮かした状態で、それ竹買ったやつ沈んでるから全部。おお、でも開けてきた、開けてきた。開けてるよ。うん、葉っぱのところだけ。ああ、いいねいいね。倒れりゃいいからさ。お、竹いけんじゃん。竹全然いけるじゃん。あの、コンクリ気をつけて。手前だけでもできたらいいよね。うん、あ、もう奥はやんないよ。うん、これはでも大変だよ。全部すぎだよね。うん、これ土地の持ち主がいるんですよ。やってくれよ。ゴープロ、そういえばこれ高温になって電池落ちちゃうんだよね、うん、途中で落ちちゃって撮れなかったよ。夏は苦手なゴープロくん。なんだよ、夏っつったってまだこんぐらいの気温でダメになっちゃうと結構脆い。うん、ここ終わりました。いやー、すっきりした。まあ、あんまもうちょっと奥までやってると止めどないね。まあ、奥までっていうか奥までやる必要ないんで、うん、うちが侵入してきたやつを倒す、うん、そう。 OK、 じゃあ次こっちです。問題はそっちですね。ハロさん、初めて？初めてです。上手だね。上手？うん、どう行くよっていう状態だよね。問題はこれですよ。とりあえず入るしかないんで入ろうと思います。30秒で支度しな。はい、はい、よいしょ。もうさ、絡んじゃってやばい。ツルがうちにね、変な種子が入ってくるもんね。あ、窓開けれないんだよね。じゃあ行くぜ。お願いします。私がじゃあ絡んでるやつは切れたら取っていくよ。オッケー。枯れてる感覚はあります？うん、ちょっとだけ。あ、
あ、でもだいぶありますよ。おお。倒れてきてる。うん、倒れてきてる。いいね。いいね。よいしょ。良い感じです。だんだん広くなってきた。広くなってきた。大物すぎるね、草が。ここか。そうだね、この辺とこの辺だけ引っ張ればいけるね。倉庫裏が広くて、どんどんね、浸出してきちゃうんで。じゃあ一旦じゃあこれ止めてさ、うん、ここをさやっちゃおうかな。ちょっとじゃあ綺麗にしていきましょう。はーい。お疲れ様です。どうですか。すごい、全然違うね。見て、すっきり。業者が、うん、買い刺された。血が出た。そこ刺されたの。こうやって顔だと。あ、顔しんど。だいぶだいぶないよ、さあんなに絡みついてたのに。はい、すごい。お疲れ様です。だいぶやっつけたんじゃないですか。だいぶやっつけました。木まですっきりして。ああ、雑草に絡まれてた木たちが。これちょっと向こう側見えるようになったからね。ね、見えなかったもんね。下からの雑草があの木に絡んで視界が封鎖されてたんですよ、この向こう側が。それが全部見えるようになりました。私もタオル持ってくる。顔刺されたよ。顔蚊に刺されたよ。最悪だなこれ。あ、こっち風通しよう。はあ、ちょっと休憩します。はい、この辺は全部なぎ倒しました。すごい。うん、と奥ですね。うん、いいじゃん。じゃん。だいぶあんなに見晴らし良かったんだねっていう感じ。本当だね。とりあえずここら辺をなぎ倒せました。ね、このつるのやつやばいね。マサオのパワーすごいです。マサオ万歳。はい、ということで、はい、ただ草を刈る動画。まあでもまあ隣の敷地、うん、空き地の草刈りできたんで、次はね畑の方、はい、ちょっとやっていこうかなと思いますんで。畑も草がね、雑草がボーボーなんで、そこから処理していかないといけないので、はい、今回はねこの草刈りだけですけど、次から畑を耕してちょっとね、間に合えば何か植えようかなと思ってますんで。もう夏になっちゃうからね、植えるのが、うん、なのでね、まあ6月中にはちょっとやろうかなと思います。本日はこんな感じで許してください。草刈り楽しかったです。楽しかった。はい、日々発見です。もうなんか年季入りましたけど、1回でちょ、こいつが新しく仲間入ったんで草刈りしやすくなったんで、だんだんね周りも含めて綺麗にしていこうと思います。はい、まあ、畑ねまたやっていきますんで、チャンネル登録していただけたら、あのその様子もねお伝えできるかなと思いますんで、ぜひチャンネル登録していただいて、次の動画も見てくれたらなと思います。お願いします。お願いします。すごいでしょ、汗すごい。いいことだ。うん、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。はい、お疲れでした。